はい、今回いいですよ。またまた。初かな？こんな渋いカード。渋いと当たったんですね。いいですね、こんな渋いカード。マキシミアーノ、マキシミリアーノ・ペレイラ。名前が長いわ。スタミナ17。これ、右サイドばっかりなんかしかな、ウルグアイの。ね。マキシミリアーノ・ペレイラ。すごいね、身長低いな、おい。84。まあ、さすがにも引退してるやんな。さすがに。ヨーロッパでのキャリアがそんな大したことなかったよ、そんな聞かんよな。どこおったっけ、こいつ。リタイアしてるね。すごい。ウルグアイ代表歴125試合。おかしいやろ。125試合ってどんだけ？ちょっと待って、全部ワールドカップ出てんじゃん、ほんなら、ワールドカップ。ちょっと待って、いつから出てる？2006年はでもワールドカップとか出てへんわ。2010年かな、ワールドカップ。うわ、出てる。2010年レギュラー出てるわ。そして、2014年もレギュラー出てるな。もうすげえな。で、2018年まさか？まさかまさかの？ああ、メンバーにも入ってるわ。控えで1試合も出てないんか。でもワールドカップには、ね、選ばれてる、エントリーされてるよね。すごいね。ウルグアイの鉄人やな、まさに。はぁ、で、現役を引退しましたと。そうね。ヨーロッパのキャリアがね、普通だよね。ウルグアイでプレイしてて、ベンフィカに行きのと。このチームね、ベンフィカ。一番最初がベンフィカやったのか。で、ポルト。ライバルチームに移籍と。ポルトのカードもあったっけな。まあ、どうでもいいけど。で、ベンフィカが長いんか。ベンフィカが8年持ってんな。やっぱステップアップできんなんでな。この体験ちょっと難しいよな、ステップアップすんの。で、ポルトで4年と。だからキャリアをほぼほぼポルトガルでプレイしてねんな。で、最後は、ウルグアイに帰って、ウルグアイで引退と。まあちょっとステップアップできんかったね、さらにね。まあでもワールドカップ3回、出てんし、すごいよね、それで十分でしょ。